トゥーランド V ネグの時間です。よいしょー。日本の歴史がひっくり返る青銅滝内文書最終章、超超超考察。極秘口伝の伝承者さえも絶対に言えなかった究極の謎を全てお話ししていきます。お待たせしました。青銅滝内文書超超超考察会がやってきました。てきましたね、ついにね。えもう膨らみに膨らんでいつ最終章あんねんって思ってたし、僕もいつたどり着くのってなってたけど、すごい膨らんだもんね。そうなんですよ。もうめちゃくちゃマニアックな内容になってるんですけれども、はい、私サムがもう誰が見ても分かるように、うん、もうめちゃくちゃ丁寧に、うん、かつ分かりやすくお伝えしていきます。僕でも分かります。君は無理。無理なの。ということで今回の動画ではまず青銅滝内文書の全体像をねブリーンと丸裸にして、うん、そこに隠された秘密を浮き彫りにしていきます。あ、まずはね、謎を。まずどこが謎か分からんとね。はいはい。青銅滝内文書の伝承では1万2000年もしくは1万6000年ほど前に宇宙から地上に降り立った神々がいたと伝えられています。それがイザナギとイザナミという男女の姿をした神様。イザナギとイザナミは地上の生物を依代として岐阜県飛騨の暗い山に降り立ったとされています。そこからねこの二柱の神によって地上が統治されていくわけなんですけども、このイザナギとイザナミにはとってもね重要なポイントがねいくつかあるんですよ、うん、まずねイザナギとイザナミは地上の生物をより代として降り立ったと言われてましたよね、うん、地球に適応できなかった宇宙人なのか宇宙からやってきた精神体なのかは分かりませんが、とにかくね当時の地球に住んでいた生物にスッとね魂だけが入った状態、それがイザナギとイザナミだったわけですよ。巫女さんとかシャーマンは特別な祈りや儀式をしてその身に霊や神を降ろすわけですけども、イザナギとイザナミという霊的な存在は自らの意志で日本という場所と寄り代とする生物を選んで地上に降り立ったというわけですよね、はい、で神を宿したといっても肉体は地上の生物やからね当然寿命はあるわけですよ。なのでイザナギとイザナミという存在は肉体を超えて受け継がれていったわけです、はい、つまりイザナギとイザナミを宿した肉体が滅ぶとねその子孫なのか後継者にイザナギとイザナミの魂が宿る、もしくはその知識が受け継がれていき亡くなるたびに新たなイザナギとイザナミが誕生していったというわけですよ。73世竹内の宿根である竹内睦弘さんはイザナギとイザナミという役職は弥生時代まで続いていたと語っているので1万年以上は受け継がれていたということですよね。青銅滝内文書だけに限らず日本神話や古史古伝を読み解く上で非常に重要となるのがこの神々は役職名であり世襲制で受け継がれていたという考え方なんですよね。この考え方を念頭に入れた上で神話を読み解くとその異常に長い寿命の理由がわかるということなんですよ、ね、うん、そして重要なポイント2つ目が古代の日本は二柱の神がセットで地上を統治していたということです。セットで、そう、つまり政治を司る統治王と祭祀を司る祭祀王が常に存在し二人一組となって国を治めていたということなんです。なんとなくね現代の感覚やったら統治王の方が偉いっぽい感じがするんですけども、統治王より祭祀王の方が偉いというのがこれまた超重要ポイントなんですよ。1万2000年前もおそらくイザナギは統治王でイザナミは祭祀王だったはずです。つまり統治王イザナギと祭祀王イザナミならイザナミの方が偉かったということなんですよ、ね、ちなみに統治王祭祀王という役職は別に夫婦じゃないとあかんよとか性別が決まってたわけではないんですよね。お兄ちゃんが統治王で弟が祭祀王みたいなパターンもありますが、一番最初は夫婦でね男性イザナギが統治王女性イザナミが祭祀王を務めていたというわけなんですよ。さてイザナギとイザナミが降り立った頃の世界っていうのはもうまだまだ混乱に満ちててもうぐちゃぐちゃやったんですよ。そこでイザナギとイザナミは16の王子たちを世界中に派遣することにしました。この時の様子を表したのが16菊花紋であり、またそれぞれの氏族が日本に戻ってくることを表したのが四つ割菊に初菊菊という家紋だったわけなんですよ、ね、世界中に散った16の氏族たちをねその後すんごい古代文明立ち上げる人がいたり、ね、日本に帰ることを忘れてその地に君臨するようになったりと、まあいろいろあったみたいなんですよ、うん、そんな中でアマテラスという氏族とスサノオという氏族は中東の地にたどり着いてね、最初はアマテラス
土地を佐野としてね、兄弟のようにね、仲良く国を治めていた時代があったんですよ。ね。つくよみという氏族は男性は萎縮、機織りの技術を持ち、もう世界中にね、降り立って様々な影響を与えていきます。世界中で発見されるペトログリフや共通の知識、文化は世界中を渡り歩いたつくよみや佐野の影響によるものだと考えられます。そして長い年月が経ち、日本に戻ってきたのがアマテラス、佐野、つくよみの三氏族でした。これを見たイザナギは、ね、この三氏族にもう日本を任せようと決めるわけですよ。そしてこれがおそらく弥生時代中期の出来事だったと思われます。ちなみにアマテラス、佐野、ツクヨミもね、役職名であり、まあ、代々受け継がれてますよっていうことですね。うん、うん。元々一緒に国を統治していたね、アマテラスと佐野はもう対立して別々の国となり、ね、ツクヨミの氏族の一部はハタシと名前を変えて大きな力を持つようになっていきました。次第にアマテラス国と佐野国がバチバチの戦争状態になって、ね、ツクヨミ暗躍をね、こう匂わせつつも、両国の争いは激化していくわけですよ。この時、アマテラスには夫がいたんですけども、佐野との戦争で亡くなってるんですよ。夫を亡くしたアマテラスは佐野を憎み、もう必ず勝つぞと誓うわけですが、その決意も虚しく、アマテラスは佐野国の圧倒的な武力の前に敗北してしまうわけですよ。そしてその後、両国はね、トップ同士が結婚するという和解の道を選ぶわけですよ。つまり、アマテラスと佐野が結婚したわけですよ。ね、前の夫を佐野に殺されてるアマテラスからしたらもうとんでもない屈辱やったはずなんですけども、国を守るために佐野と結婚する道を選んだわけですね。ね、ここびっくりやった。これは辛いよ。うん、つまり危機に登場するアマテラスと佐野の大喧嘩、そしてお互いの道具を噛み砕いて子供を生み出す受け入れのシーンは、両国の戦争、そして和解のための結婚を意味していた。ということなんですね。ね。危機では、アマテラスと佐野の受け入れによってね、様々な子供が生まれるわけなんですけども、このシーンにこそ、正統竹内文書の伝承者さえ語らなかったとんでもない秘密が隠されてるわけですよ。ここにとんでもない。ここなのよ。そう。だってね、アマテラスとスサノオの子供やからね。重要。こんなん危機出てこないよ。確かに。なんかこの、受け入れのシーンで生まれるアマテラスとスサノオの子供って、脳幹ないの。脳幹。だから、まあ、アマテラスのマガタマで生まれたね、男の神様はアマテラスの子供やし、うん、スサノオのこう、剣で生まれた子供はスサノオの娘みたいな感じで、はい、この二柱の神様の子供じゃないよ、みたいな、脳幹なんですよ。そうやね。ここからね、ちょっとややこしくなるので、古事記日本書紀に出てくる系図と、正統竹内文書に出てくる系図を両方表示して、はい、照らし合わせてちょっと考えていきましょう。わかりやすそう。ね。こちらが古事記日本書紀に伝わる系図で、こちらが正統竹内文書に伝わる系図ですね。危機に伝わる受け入れのシーンでは、スサノオの剣を噛み砕いて生まれた三柱の女神が、スサノオの娘さんという扱いで、アマテラスのマガタマを噛み砕いて生まれた五柱の尾神がアマテラスの息子という扱いでしたよね、うん、この時に生まれたスサノオの娘が一木島姫、タギリ姫、タギツ姫と呼ばれる宗像三女神です。ね、すんごい勢いよく生まれるんですけども、その後はもう全く登場しない。ね、分かれへんもん、ね。分かれへん。行方がもう分かれへん。そしてアマテラスのマガタマから生まれた五柱の尾神が、雨の押しほみみ、雨のほひ、天津彦根、いくつ彦根、熊の薬。ね、次男の雨の保秘はね、地上に降りて国移りを迫ったら大国主に惚れ込んで家来になっちゃった神様です。うん、天津彦根、いくつ彦根、熊の薬はほぼ出てこないんですけども、様々な氏族のね、先祖だと言われてるんですよ。はいはい。で、長男の押しほみみは、出雲の国移りの際にね、地上には行かなかったんですけども、息子の二人をね、地上に生かして、その子孫が神武天皇となっていくので、まあ、かなり重要な存在ですよね。うん、まあ、日本神話の流れだと。アマテラスの部下たちが大国主を倒して、いつもの国移りを成功させると、オシホミミの息子、ニニギが地上に降り立って、地上を治めていくわけですよ。そしてニニギの息子、ホーリが海の女神、豊玉姫と結婚して、うがやふきあえずが誕生し、うがやふきあえずの息子が、後の神武天皇、いわれびことなるわけです。いわれびこは、ヤマトに君臨していたニギハヤヒと長スネヒコを倒して、ね、ヤマトの国移りを成功させて、初代天皇として即位したというのが危機の流れでしたよね。うん。さあ、それでは、正統竹内文書の系図では、どのように伝えられているのか、一つ一つ見ていきましょう。まず、危機では、アマテラス大御神の長男だった、押しほみみが、正統竹内文書の口伝では、アマテラスの夫というね、位置づけになってますよね。うん。これも結構な衝撃だったんですけども、先ほどお話しした、スサノオとの戦いで亡くなった、アマテラスの夫っていうのは、押しほみみのことだったわけですね。そして見てください。アマテラスとオシホミミの間になんと、アメノフキ、ニニキ、ホーリ、フガヤフキアイズ、全員いてますね。
そこにね、危機では何代にもわたって繰り広げられたお話がギュッと、一代のお話でしたよっていうことがね、正統滝内文書では伝えられてるんですよ。全然ちゃうよ。そう、要するにニニギ、ホーリー、宇賀屋吹会津という順番に兄弟間でトップが入れ替わっていたということをみたいなんですよ。はぁ、危機ではニニギの代の出雲の国移りから岩レビコの代の大和の国移りまで何百年というタイムラグがあったんですけども、正統滝内文書の系図やとね、出雲の国移りが行われた次の代には大和の国移りが行われたことになりますよね。なんか正統滝内文書の系図の方はそんなにギュッとなるかねって、なんかすごい違和感はあるんですけど、兄弟間でどんどんトップが入れ替わるっていうのもなかなか見ないパターンやしね、なんかちょっとこう帳尻を合わせるために作られた感もあるんですけどもね、ここのあたりは、はい、まあ確かにね。ただね、法理は山の神様だし、宇賀屋吹会津王朝っていうのが何十代も続いていたよっていう伝承もあるので、もしかしたらアマテラスとオシホミミは九州のね、いろんな強力な氏族を養子にすることで吸収していったのかもしれません、まあ、それならまだギリ納得です。まあそうやね、うん、ちなみに宇賀屋吹会津と玉寄姫の息子に神武天皇がいるわけですが、竹内睦弘さん曰く、神武天皇と系図上母とされる玉寄姫は実は血が繋がってないと語っていて、まあ、このあたりはかなり謎が多い部分なんですよ。ここもね。そう。まあ、そうなると、神武天皇の本当のお母さん誰やねんって感じやんか。うん。まあ、そんな感じで、謎こそ多いものの、右傾のシーンで生まれた五柱の尾神の正体は、アマテラスとオシホミミの息子だったと、正統滝内文書では伝えてるんですよ。つまり、アマテラスとスサノオの息子ではなかったと。うんうんうん。それでは、スサノオの娘とされる、宗像三女神はどうなのでしょうか。うん。ね。正統滝内文書の系図ではこうなっております。ドン！見てください。うん。アマテラスとスサノオとの間に生まれた巫女神こそが、宗像三女神だと、正統滝内文書では伝えられてるんですよ。ほんと。しかも何にも語られずに、しれっと系図だけ公開されてるんですわ。いやいや、語って。てよ、ここめちゃくちゃ大事でしょ。ね、右傾のシーンで生まれた五柱の尾神は、一人はアマテラスの夫、オシホミミで、残りの四柱の尾神は、アマテラスとオシホミミの息子でしたよね。つまり、アマテラスとスサノオトの間に生まれ、二柱の神の血をダイレクトに受け継ぐ子供っていうのは、宗像三女神だけなんですよ。そうなるよね。めちゃくちゃ重要。一番重要。ね、でも語られてないってことは、隠す必要があったってことですよね。一番隠されてるんだ、これ。一番隠されてる、うん、そうなるとその重要さはもうとんでもないレベルになるんですけども、正統滝内文書ではなぜかね、この宗像三女神がその後どうなったのか一切語られておりません。で、この辺りの秘密こそが正統滝内文書さえも隠した禁断の領域となるわけです。見込むんです。そうですよ。うお、全部暴きます。明らかに超重要な宗像三女神。しかし一切語られない謎の女神。彼女たちは一体どこに行ったのでしょうか。もうめちゃくちゃヒントは少ないです。しかし安心してください。多分諦めません。やっぱり。必ずね、宗像三女神の正体を突き止めます。お願いします。今回あくまでね、正統滝内文書の全体像と謎を洗い出す回なので、うん、とりあえず、宗像三女神という存在はもうめちゃくちゃ重要ということだけ覚えておいてください。これは重要ね。そう。さてさて、宗像三女神もね、もうめちゃくちゃ気になるところではあるんですけども、続いての大いなる謎、二早日はどこから来たのかという部分について、お話していきたいと思います。はい。で、アマテラスとスサノオが結婚した後、スサノオ国はね、もう信じられないくらい勢いを増していくんですよ。アマテラスとスサノオの間に生まれたのはね、宗像三女神ですが、スサノオもスサノオで、これまでに別の妻がいて、ね、たくさんの屈強な王子たちがいたんですよ。そんなスサノオの屈強な王子たちの中で、まあ、戦場に現れたら、絶対に勝利すると言われた軍神がいました。それが、後に右早日と呼ばれる大都市です。大都市は、スサノオの四男坊であり、誰も勝つことができなかった長洲彦の支配する大和を手に入れた存在でもあります。長洲彦を倒して大和を統治した大都市は、アマテラス、サノオ、ツクヨミの三氏族の長となり、アマテラス、クニテラス彦、雨のほあかり、クシタマ、ニギハヤヒの御事という名前を手に入れます。竹内睦弘さんの本当の意味での初代アマテラス大御神はニギハヤヒであるっていうね、発言からもとてつもない存在だったということですよね。これまでにもね、大都市ことにぎはやひについて様々な動画で語っているので、ぜひチェックしてほしいのですが、まあ、彼には未だに解けない大きな謎が存在します。それは、大都市が大和を手に入れる前から持っていた
雨のほわかりという称号です。新葉駅のフルネームである天照国照彦雨のほわかり串玉新葉駅の御事という名前には、まあ、それぞれにね意味があるらしいんですよ。天照の部分は天照国の神という称号ね、国照はスサノオ国の神、雨のほわかりは月読の神、すなわちねユダヤの神を意味する称号なんですよ。大年はなんでねスサノオの息子なのにユダヤの神の称号を持っていたのか、うん、もうこれは正統派旧知文書の伝承者からもね全く明かされてない大きな謎なんですよ。ここも大きな謎やね。ここも大きな謎。なんで大年はユダヤ系やのかっていうね。ね。サノの息子やの。ちょっとね、まあ、危機に乗ってる大年の系図を見てみると、うん、なかなか衝撃的なね内容が記されてるんですよ。おそれがこちらです。ドン。ね、これが危機で明かされてる大年の系図です。ね、大年はスサノオとカム大一姫という女神から生まれたと記されてます。このカム大一姫も、まあ、相当謎多き女神なんですけども、注目すべきはここですね。大年の妹としてウカノミタマという名前が記されてます。ウカノミタマ出ました、まあ、これは日本神話ミステリー編を見てくれてる方やったら、まあ、結構びっくりな情報ですよね、うん、ウカノミタマは渡来人二十歳が日本に持ち込んだ氏神であり、伏見稲荷大社に祀られる主祭神、つまりお稲荷さんの正体でしたよね。ウカノミタマは伊勢神宮に祀られる豊受家の狼とも同一視され、ユダヤの末裔である二十歳が持ち込んだことから、ウカノミタマイコールユダヤの神ヤハウェなのではないかとも考えられてるわけですよ。正統竹内文書をベースに考えると、ウカノミタマの正体はかつて日本から離れて世界中に拡散した月読みの一族であり、中東にたどり着いた月読みの一族がユダヤ人になったと推測されます。つまり月読みという神は中東にたどり着く過程でヤハウェと呼ばれる神となり、日本に戻る約束を覚えてたね一部のユダヤ人がその神をウカノミタマや豊受家の狼として日本に持ち込んだというわけですね。長い年月をかけて月読みという神様を日本に逆輸入したということです。つまりウカノミタマとはユダヤの神そのものと言える存在なわけですけども、そんなウカノミタマと系図上兄弟になってる大年って一体何者なんて感じですよね。もうますます意味がわかりませんと。すごい存在。そう、しかしね、大年はなぜかユダヤの神雨のほわかりの称号を持っていたということと、危機の系図にはユダヤの神ウカノミタマと大年は兄弟であると記されている、ね、この2つの情報から考えると、大年がユダヤにルーツを持っているのはほぼ間違いなさそうですよね。そうやね。大年のお父さんスサノオなわけやんか、うん、だからユダヤではないので、うん、大年とウカノミタマのお母さんであるこのカム大一姫がね、そのユダヤのルーツの謎を紐解く、まあ、鍵になるんだろうと。まあそうね、そういうことが考えられるわけですよ、うん、ちなみにね余談なんですけど、うん、天照国照彦雨のほわかり串玉ってあるやん、うんうん、串玉ってどういう意味なんていう。確かにこの部分話したことなかったんですけど、うん、串玉の串っていうのは実は古紙であり、まあ、古紙の国を意味するんだよと正統竹内文書では伝えられてるんですよね、うんうん。まあ、古紙の国っていうのは後の越前、越中、越後のことなんですよ。でこの古紙の国には8つの川があって、この川ごとにね長がいたらしいんですよ。ほうほう、まあ、リーダーみたいなね、はいはい、その川ごとの長のことをオロチって言ってたらしいんですよ。ああ、そう、そういうこと。つまり大和のオロチとはそれぞれの川を支配してた人間のことだったと。はあ、そう、正統竹内文書でですよ伝えてるんですよ。まあそう聞くとね、危機に書かれてるみたいにスサノオが大和のオロチをベロベロにしてね、うんうん、ね、一本ずつ首切っていくやんか。いくね。あのシーンがすごい怖い感じになるすごいホラーになるよね。ほんまのね、人間弱して弱してそして正統竹内文書の口伝によると、大和のオロチと称される8人の王を治めていたのが宗川姫という御子王だったと言われています、うん、つまり古四国の最始王が宗川姫だったということなんですよ。なるほど、ね、宗川姫っていうのは危機では大国主と結婚したって言われてて、その息子が竹南方と記されてます。しかしね、正統竹内文書では大和のオロチのトップが宗川姫であり、おそらくねスサノオと結婚してるんですよ。新葉駅の名前に含まれる串玉というのはスサノオが治めた古四国の長
っていうね、そういう意味も含まれてるんですよ。なるほどね。アマテラス国、サノ国、ツクヨミ国で、コシ国も倒してるよみたいな、まあ、そういう名前なんですよね。はい。話は戻りまして、ヤマトを獲得したオオトシは三子族の長であるニギハヤヒになったわけですけども、アマテラス国とサノ国はその後どうなったのでしょうか。伊豆は末子相続なので、一番の末っ子であるスリビメと結婚した大国主がね、王様となってたわけですよ。大国主は中東のあたりをルーツとする外国人やったんですけど、まあ、王様になってからはもう出雲の国のためにね、国づくりもめちゃくちゃ頑張ったわけですよ。もう民を思うめちゃくちゃ優しい王様、それが大国主。そんな中、大国主の義理の父であるスタノオが亡くなったわけですよね。うん、ね、アマテラス国はもうずっと虎視眈々とスタノオ国へのリベンジを狙ってたので、一気に攻めてくるわけですよ。そのタイミング ね。この時、大国主の息子の一人である竹見中とやったろうやないかと戦うことを決意するんですけども、もう一人の息子である味付高彦根は妹の仕立てる姫と共に右林がいる大和に亡命しました。そしてその後、大国主の息子である竹見中とは敗北し、出雲はアマテラス国、すなわち姫家の国に下ることになるわけですよ。一方ね、大和に亡命した味付高彦根は妹の仕立てる姫をね、右林に嫁がせることで大和の権力者となり、かなりの地位につくわけですよ。賢いよね。賢いのよ。しかしね、出雲を飛び出た大国主の息子味付高彦根は安心してませんでした。なぜなら、キムカの国は出雲を倒したことで勢いづいて、次はこのヤマトを狙ってくる可能性がめちゃくちゃ高かったからなんですよね。はい。しかし、ヤマトにももうめちゃくちゃ強い長スネークがいるので、まあそうやすやすとキムカの国には負けないと。でもそんな両国が争うと、もうとんでもないことが起こるなと、味付高彦根は危惧するわけですよ。はい。そこで、味付高彦根はキムカの国に赴きます。そして、後の神武天皇、言われびこの乳母である、玉より姫と結婚することになったわけですよ。そこ行く？そこ行く？これによって味付高彦根は、うん、ね、ライバル国ヒムカの国にめちゃくちゃ太いパイプを作ったわけですよね。ね、どんどん作っていく。そう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 。もともと出雲の人だからね。ヤマトに来て、ついヒムカにパイプ作る。そして味付高彦根は水面下で動き、ヒムカの国の王子言われびことヤマトの国の姫巫女を政略結婚させるように仕向けていったわけですよ。そこも動かすね。そこも動かせた。これによりね、ヒムカとヤマトの最悪の戦いは避けられるはずやとね。で、こんな時にヤマトのトップであるニギハヤヒは病に倒れて、余命いくばくもない状況になってたわけですよ。で、この政略結婚の流れの中で、ニギハヤヒの息子である馬島寺や高倉寺は賛成してたんですけども、一人だけね、徹底的に反対する存在がいたんですよ。それが元ヤマトの支配者、長常彦ですね。出たよ。もうこの頃にはもう多分ね、めちゃくちゃおじいちゃんやったと思うんですよ。すっげえ、すごい。だってニギハヤヒがもうヨボヨボになってるぐらいからね。すごいな、元気やなみたいな。めっちゃ元気やし強いし。なぜかね、言われびこと姫は結婚させんと、わしは姫と戦うぞって意気込んで、ヤマトにやってきた言われびこと、その兄いつせよもう徹底的にボコボコにしてしまうんですよ。いや、強い。そしてこの戦いが原因でね、お兄ちゃんいつせは死んじゃうんすよ。ねえ、血すっごい出て、血すっごい出て、血止まらんくなって死んじゃう。めちゃくちゃ準備してきたね、味付高彦根からしたら、うん、まあ、長常彦何してくれとんねんと。ね、両国を穏便に済まして、かつわしも出世する完璧なプランを邪魔すんなよと。もう内心ぶち切れるわけですよ。そうよね。そう、ここで政略結婚賛成派の味付高彦根、馬島寺、高倉寺と徹底抗戦派の長常彦に分かれるわけですよね。まあ、年老いたと言っても、長常彦はもともと誰も勝つことができないとんでもない軍神やったしね、まだまだ大和にも強い影響力を持ってたんですよ。で、このままじゃまずいなと、味付高彦根はね、そう思って奥の手を使うことにするわけですよ。奥の手。そう、味付高彦根はもともと出雲を裏切って大和の逃げ早きの元に着いたわけですけども、で、反対派の長常彦のせいで今度はヤマトを裏切るという道を選ぶわけですよ。ふぅ、なるほど ね。だってね、このままね、長常彦が言われびこまで倒しちゃったら、もうヤマトで長常彦を押される人間おらんくなるから、うん、長常彦がもうトップになっちゃうね、また。行っちゃうよね。また行っちゃうと、うん。これは阻止しなあかんと。まあ、いろんな理由があったとは言えね、味付高彦が裏切るのはもう2回目ですよ。うん、まあ、このね、多分裏切ったっていう理由もね、一個この、味付高彦がバンって表に出てこないね、大きな理由なんじゃないかなとも思うんですけどもね。なるほどね、隠されまくってるもんね。そう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 。そして味付高彦はその名を隠し、ヤタガラスとしてヒムカの長である言われびこにつきました。
で、岩根美子からしても、乳母であるね、タメ織姫の夫やから、まあ、オチみたいなもんやったんですよね。で、めちゃくちゃ頼りになる存在やったわけですよ。だから、ここでヤタガラスがすんなり仲間になれた理由もね、まあ、この話の流れだったらわかるよね。そうやね。このストーリーやると、まあ確かにそうだなと。自分の義理のお母さんの夫やからね。うん、そうやね。それはもう仲間なるよー言ってくれたらありがとうってなるわね、と。うん、で、ヤタガラスという超強い味方を手に入れた岩根美子はね、長須彦と再び対峙するわけですよ。で、この頃には、逃げ早木も亡くなってて、息子である高倉寺も、言われびこサイドについてたわけですよ、うん、もう長須彦の好きにさせるかいってことでね、さすがの長須彦もね、ここまで敵だらけになったらもうお手上げですと、うん、だってもうヤマトスカスカになってるレベルやからね、もうどんどんみんなみんな行っちゃったよ言われびこの方に、なんかかわいそうな、おじちゃん一人みたいにで、長須彦はついに敗北するんですけれども、まあ生徒竹内文書の伝書によると殺されはせずに、うん、長須彦は東北の方に逃げていったね、伝えられてるんですよ。まあ、これもちょっと気になるけどね。なんか怪しいよね。こうしてね、岩根美子は大和を手に入れて神武天皇となったわけですよ。そして神武天皇は味付き高彦と玉より姫との間に生まれた五木より姫と結婚して第2代水星天皇が生まれるわけです。こうして味付き高彦ではね、逆境をチャンスに変えてね、裏天皇として君臨するところまで行くわけですよ。もしかしたらもう全ては味付き高彦の計算通りだったのかもしれないね。もうデスノートに出てくるキラーぐらい考えてるからほんまに計算通りみたいな感じ、全てうまく全部転がしてるさあ、ここまでね、帝都竹内文書に伝わる出雲の国移りから大和の国移りまでの話をブワーってしてきましたね、うん、この一連の流れの中にもまたとんでもない秘密が隠されてるんですよ、うん、まだこの流れの中に。そうよ、味付き高彦ね、この前ね、言ったよね、うん、まだ 20% ぐらいにすって話したんですよ。はいはいはい、まだあるってことなんですよ。そっかまだ表の謎ぐらい、この味付き高彦ね、すでに結構ね、結構大丈夫かぐらい掘ってたけど、うん、まだあるんですよ。まだあった、満足しちゃってたわもうまず、出雲の国移りのところまで話を戻しましょう。出雲国はスサノオの次の王様として王国主が選ばれてましたよね、はい、外国人の王国主がなんでいきなり王になれたかっていうと、スサノオの末っ子であるスセリビメと結婚したからですよね。そうね。出雲国は末子相続なので、スサノオの末子であるスセリビメと結婚した人物が王になるっていうのは、まあ、一見自然な流れのように見えますよね、うん、しかしよく考えてください、うん、古代日本にはあるルールがありましたよね。国は政治を司る統治王と祭祀を司る祭祀王の2人ワンセットで治めるっていう、そういうルールがありましたよね、うん、そしてそれには性別は関係ないので、まず間違いなく出雲国の真の王様は、うん、スセリビメなんですよ。そういうことやな。そう、なぜならマッシ相続の国言うてんねんから、うん、マッシが王様なのよね。マッシュはスセリビメですから、うん、それはもうスセリビメが王様なんですよ。確かにね。その出雲国の王様スセリビメと結婚した大国主が統治王を任されたというだけなんですよね。つまり統治王より最初の方が偉いというルールがあるので、やはりスセリビメこそが、まあ、真の出雲の王様だったと、まあ、考えられるわけですよ。確かにね、まあ、よくよく考えたら、まあ、それはそうなのよ。マッシー相続の国言うてて、でもなんとなくスリビメがマッシーやけど女性やし、その結婚した旦那が王様になったんかなって思うんやけど、いや思った、そもそも二人ワンセットで収めてるっていうルールがあるし、マッシー相続やし最小よねと。確かにね、偉い方やもんね。そうなんですよ。でもこれをあたかも、うん、セリビメはそんな偉くないというか目立ってない感じで言ってるんですよ、うん、いやもう完全にそうや思ってたわね。大国主パンパンってなって、これとんでもない、これ密かに忍ばされてたすごい秘密じゃない。ほんまやわ。これは正統竹内文書の伝承者の方も隠してるんですよ。隠してるね。でも73世竹内の宿根であるね、竹内睦弘さんは直接は言ってないけど、結構ヒントは出してたんですよ。あ、そうなんや。そう、でも役職上おそらくその取り決めの中でスセリビメの存在はちょっと抑えてねというか NG よっていうレベルのとこやったんですよ。そこはマジのやつ。マジでこれ言ったらあかんと。でもヒントは出してるね、うん、最初のが偉いよとか、マッシー相続だよとか言ってるけれども直接は言ってない。なるほど。つまりそれだけヤバい秘密がスセリビメにはあるとういうことなんですよ。そうなってきますね。そう、ちょっとまた秘密が出てきたでしょこれね。ちょっとゾクゾクしてそもそもスセリビメはね、
スサノオの娘ってことは分かってるんですけども、誰が母親かってのは分かってない、まあ、謎の女神なんですよ。このスセリビビに隠された謎も日本の歴史を根底からひっくり返すような重要な秘密に繋がっていくので、後日がっつりと超超超考察していきます。お願いします。そして次の大いなる謎、それは出雲の裏切り者であるアリスキ高い船と仕立てる姫を逃げ早きはね、なぜ受け入れたのっていう、こういう謎もあるんですよ。確かにね。しかも、逃げ早きは三子族のトップとも言える究極的な存在ですよね、うん、なのになぜか出雲から飛び出た二人を受け入れて、かつ仕立てる姫を制裁にしてるんですよ。そうやね。ね、これまでの考察でもそうですよね、うん、出雲の裏切り者を自分の制裁、まあ皇后にするって、うん、よく考えたらとんでもない話じゃない。結構リスク高いよね。リスク高い。もうみんなが何してねんって言われるようなここもかなり重要な伏線になっているので、ね、ぜひ頭入れておいてください。はい。そして最後の大いなる謎が、長常彦はなぜ堅くなに言われることの政略結構を拒んだのかっていう、ここですよ。確かにね。これによってね、大和を真っ二つに割れたし、結果的に長常彦を敗北してしまうからね。なぜそこまでしたのかっていうのも謎やし、そもそも言われびこは誰と結婚しようとしてたのって話ですよね。ね、大和のトップは逃げ早きなので、普通に考えたら逃げ早きの娘と結婚するという流れになるはずなんですけど、この逃げ早きにね、娘がいたっていう記述がほとんどないんですよ。ほうほう。まあ、一応名前はあるんですけど、全く情報がない。義務家のトップ、つまり言われびこと結婚させるとなるとね、逃げ早きと正妻、仕立てる姫との間に生まれた子供ということになるんですけども、これまでの考察から分かってるのが、ね、その二人の間に生まれた子供っていうのは、水戸の神くらいで、まあ、これまたはっきりせえへん神様なんですよ。そうね。しかし、確実に言われびこが結婚したかった逃げ早きの姫巫女が存在したわけなんですよね、うん、でもこの存在もまた危機からも正統竹内文書からも完全に消されてる。ねえ、そんな話聞いてないもん。そう、そういう存在なんですよ。へえ。めちゃくちゃ長くなりましたが、うん、以上が正統竹内文書最終章超超超考察でお話しする大いなる謎となります。なるほどね。お中田三女神、カム大市姫、スセリ姫、そして仕立てる姫の娘ね、ここまで話すとお分かりだと思うんですけども、隠されてるのは全て女神なんです。ですよね。そう。なぜこれらの女神の存在を危機はもちろん、正統竹内文書でさえも曖昧にして隠したのでしょうか。明らかに意図的に、それも絶対に気づかれないレベルで、厳重に何重にも隠された超重要な女神たち。ね、この女神の謎を一つずつ紐解いていったとき、一体どのようなとんでもない秘密が明らかになるのでしょうか。うわ、怖え、これ。これはやばいよ。ということで、本日はここまででございます。長かったけどもね、お付き合いくださいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。次回からもね、正統竹内文書でさえも隠したとんでもない秘密を一つ一つ紐解いていきます。うわ、村方さん自身気になる。お、明日はアマテラスとサノの娘である村田さんと真のお話でございます。うわー、だって一番怪しいもんな。そう、これもめちゃくちゃ濃い内容になってるのでね、次回聞きたい方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にはね、僕らの SNS もあるのでぜひチェックしてください。ということで、本日はこの辺でございます。はい、またね。バイ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 。